こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、今が美味しい大根の皮を使った、大根の皮のきんぴらご紹介したいと思います。大根はね、使う時結構皮を厚めに剥いた方が美味しかったりするので、皮厚めに剥くと思うんですけれども、そしたら皮がもったいないと。でただその皮すっごく美味しくなるんです、きんぴらにすると。私はこの皮のために大根を買いたいぐらいきんぴら好きなんですけれども、今回はですね、そのすっごくシンプルな作り方をご紹介したいと思います。皮を細切りにしてちょっと味をつけて炒めるだけで、とっても美味しい作り置きおつまみになりますので、ぜひですね、大根使われた方、そうじゃなくてそのために買う方も大歓迎ですけれども、作ってみていただけたらと思います。では材料の説明です。まず大根の皮になります。これ1/2本分の大根の皮ですね。少し分厚めに剥いてあります。そして調味料、こちらになります。ごま油、醤油、みりん、白いりごまになります。そしたら大根の皮をですね、細切りにしていきます。大根の皮のきんぴらっていうのが大好きでですね、すごいコリコリして美味しいんです。なので、あんまり細くというよりかは、2、3ミリですかね、細切りにしていくのが食感がよく仕上がるかなと思います。では作っていきます。フライパンにですね、ごま油入れます。で中火で熱していきます。油が熱されたらですね、大根の葉っぱ切ったもの入れます。ここで少ししんなりするまで炒めていきます。はい、大根の皮がしんなりとしてきました。そしたらですね、こちらに調味料を入れていきます。みりん、そしてお醤油を加えています。これでですね、水気がほとんどなくなるまで炒めていきます。すごいいい香りがしてきますね。はい、水気がですね、このようにほとんどなくなったら、仕上げにごまを入れます。ごまが全体に回ったら、こちらで出来上がりになります。こちらで出来上がりになります。では大根の皮を使ったきんぴらいただいてみたいと思います。私はですね、大根の皮のコリコリが大好きで、この大根の皮のきんぴらを作りたくて大根を買いたいくらいですね。好きです。いただきます。コリコリ、おいしい。これはですね、このままおつまみで食べてもいいですし、お弁当に入れてもすごくいいんですが、あれを持ってきます。ちょっとお待ちください。じゃじゃーん、ご飯。すみません、今日ちょっと雑穀米なんで紫色をしていますけれども、もちろん白色でも大丈夫です。ご飯と相性がとっても良いのです。ということで、オンザライス。わー美味しそうですね。いやー、これ
ですね、ご飯とすごくよく合うんですね。美味しそう。もういい香りが。ちょっと冷めてたんですけれども、このあったかいご飯にのせるとですね、また香りが引き立ってすごくいい香りがします。ではいただきます。おいしい。間違いないです。これはご飯と合うな。歯ごたえもなんですけれども、ちょっとですね濃いめの味付けにしてるので、ご飯にすごくよく合います。これもっといっぱいかけて、卵の卵黄を落として、大根の皮 TKG っていうのも美味しいかなと思います。ぜひ卵かけご飯好きの方はやってみていただけたらと思います。今回、大根ね、2分の1本の皮を使って大根の皮のきんぴらご紹介しました。もちろんですね、大根まるっと1本買って、まるっと1本の皮があるよっていう場合は、2倍量で作ってみていただけたらいいかなと思います。日持ちもしますので、作り置きをしておいて、今日はおかずに、明日のお弁当に、そして明日の、おつまみにという感じにしていただいてもいいかなと思います。ぜひ大根の美味しい時期にですね、大根を使ったら試してみていただけたらと思います。ちょっと分厚めに剥いた皮がコリコリとして美味しいかなと思います。今回はお醤油とみりんで、とってもシンプルな味付けですけれども、鷹の爪を少し入れたり、豆板醤を少し入れたり、その時ちょっとお醤油控えてくださいね。ちょっとピリ辛味にするとかですね、このごまじゃなくて七味にするとか、少し生姜のすりおろしを入れるとかですね、アレンジも無限大なんじゃないかなと思います。ぜひいろんな味わい楽しんでいただけたらなと思います。これからも季節に合った料理、発酵食品を使った料理などいろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。